日のよろぴこ甲子園来たばいプレイボール。これ平田と最初すごい仲良かったから守ってると7、8、9でもう接戦やんか、うん、ショートってすごい嫌なんよ。そうするとグラウンドに平田に頑張れって書いて平田がはいとかさ、すごい上でプロ野球選手でもやっぱそういうことやるんだなって思いましたね。グラウンドラインみたいな感じ。そうそう、グラウンドライン、あのほんまいいこと言いますね、グラウンドラインって。マジであいつこう最後に来てから絶対抑えるよって言うかと思ったら絶対俺のとこ打たせないよって。いやでもね、あの言葉ってね、魔法みたいな言葉で、はあ、やっぱり気合が入りすぎてるから、はいはい、でみんなお前やれよって言って帰った時に絶対俺のとこ打たせないよって言った時に、うん、ちょっと力抜けるんですよ。だから振り返ったらあいつがあのレフト向いてうえってやってるんですよ。お前も緊張しとったかと思ったんだけど僕がちょっと気持ちが楽になるんです。なるほど。であいつはわざと魔法かけたわけじゃないんだろうけど、うん、僕にとってはあんまりあの集中しすぎると普段まばたき多いやつがまばたきもしなくなったりとかうーってなる時があるんで、それでねちょっと癒されたのは助かったですよ。で平田はいい。まだえまだダメなのエナさんに俺言えないからな。あまあそらそら吉彦さんの場合はね29丸いってエナさん絶対僕打たせないから言えんやろ心の中で思ってたけど、はい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 、それは本当のやつね。そうで7回とか今あったらさ人工芝も多いし、うん、7回ぐらいで整備してくれる、はいはいはい、あの子ないんよ、うん、5回5回とか1回ってそう、ね、たらさ2人で素手よ平田と俺はもう素手でこうやって鳴らして、ほんま難しいのよ。その土だけ乗っけると走った後の穴に土乗っけたら余計そこだけ柔らかくなって、はいはい、弾が弾かなかったりとか。素手のトンボ昔俺たちこう見せたら俺と素手のトンボでもうこう穴を長いですね。もうでランナー出るやん、はいはい、もう勘弁してっ て, てそこに打球で6-4-3そこなんやねってやそこばっかり走るから、ね、6-4-3のゲッツはそこなんよってこんななる、うん、それはもうなるってやってね俺が言うのもなんだけど、やっぱり、まあ、あの当時の野手の人たちは、はいはい、あのこっちじゃなくていつもねグラウンドに目が行ってました、ねうん、いつも振り返った時にその投げる寸前だったらあれなんだけど、それ以外はね走ってきた人がみんなグラウンドの穴見て打球ちょうどそこで弾んで取るとこぐらいになるんですよね。そう、マジ6-4-3そこの走路なんや。なるほど、マジで。ああ大変だったですね。ああでも平田ね、ミッキーはやっぱり球際が本当にしぶとい。ミッキーっていうのはミッキー、ミッキーマウスのミッキーですよ。勝つよ。そう。あだ名言われたら似てますね。ミキ似てる？なんかそう言われたら。ぽい、ね。大学明治だっけ？明治です。長崎海星ですよ。ああ。ミッキーマウスのミッキーなのかはちょっとわかんないけど、バースに聞いたら。いや そこはカットですね。でも実際バースかなんかつけてんじゃない？ああなるほど。そしたら。ミッキーね、ミッキーマウスで多分ミッキーマウスのミッキーから来てんだろうと思う。まあ、ちょろちょろ動くから確かに元気いいから今そういうスライディングする場面じゃないよ。だからですよ、この年1985年の優勝した時の開幕戦、うん、カープでやって、はい、僕と大野さんが投げ合ったんですけど、はいはい、最後終わった時が北村さんがセカンドで隠し球で大下さんにアウトになった。違うよ、木下さん。あ、木下さん、大下さんだ。木下さんに俺、あの時、俺は同級生や今だと思って、木下さんがポッと隠したから来たもん、おー、来たな、ナイスバッターよかったな、ありがとうってじゃあ、頑張れってパッて、会話したんやトトトトトって、木下さんポッてアウト、あの、隠してもらうアウトになったんや。あー、開幕戦なんですね、それ開幕戦、あれ、開幕戦だった。だ僕、投げたんで、こんだけ打った中でチーム初打点が俺やった。大野さんからライト線打って。なるほどなるほど。で3点ぐらい取られたのかな、はいはい、それでまあ変わったんだけども、はい、まあなんとかいけるような状況ではあったんだけども、まあなかなか無理で終わって、でその年に優勝してるんで、その時の出足の最後のアウトが隠し球っていうところで、これはラッキーなのか何なのかと思いながらでも本当だよ、今でも覚えてる、ね、同級生よく話してたから、でバーンツーベースかなんか打ってきたよ。
ヒットってそうそうそうヒットでセカンドじゃ来たなナイスバッターやなツーアウトでねシャガン馬の馬の首つけてるよもうマジック見てないんで周り見えてないんでもうわナイスバッターやなよかったなやらしいわやらしいわただありがとうありがとういい人じゃないですか俺も一緒にツーって言ったら同じツーって言われるツーって言われるで木下さん立ち会うところだったで気持ちで悪いことしたそうですよと思うけどそうですよあるいは隠し玉ってもう名前が隠し玉ってやつだけに本当ダメですよあれ英語なんていうのかな英語で隠し玉なんかあんだろうね多分スタッフの方が調べてくれる汚いプレーかなダーティープレーでも吉武選手も よく狙われてましたよねですよ吉武ですよね早かったし ね、バッティングも良かったし、今福岡の、ね、監督さんされてるのかな、ね、えどこの福岡の福岡九州、九三大九州なんか間違ったらいかんねどっちかのですね、まあ出してましたけど、はい、監督やってますもんね監督やってますよ、立派に頑張って北村さんはね、僕はすごく助かったのは、5日間で4試合ぐらい投げた時があって、最後先発中継ぎして先発した時に、セーロと思ってまさか投げないと思ったらデーゲーム投げてその時一生懸命頑張って投げてたら左中間に飛んでいった時に、まだ当時ラッキーゾーンがあったけど、ラッキーゾーンからセンターの目になるところのギリギリのところ飛んでってそこにフェンスによじ登ってホームラン取ったね指定してる北村あれ僕投げてる時ですで完封ですもんねそうだから要は今でこそすごいテレビがあってすごいプレーが出てるやん、はいはい、プロ野球ニュースでもこう、うん、野球のスポーツでも、はい、あの頃ってプレーすごかったよねすごかったでしょだってあそこのねフェンスと今度は急に金網が出てくるところの中でそうそう、はいはい、こうなんやなそう、うん、こう間にこうあるところの間にこうフェンスが入ってくるんで、はいはい、ここ走っていってたらそのフェンスなんだけどそこからこう網に変わるっていうか、はいはいはい、もうその差で登って引っ掛けて向こうで取ってるんで、なんだこの人と思った多分映像出てくると思う探したらすごいプレーでしたで肩もすっごい強い、はい、強いもうセンターも持ってバーン投げたら、ね、バックのやつでちょいちょい動くのやめてくださいなんで手が動くんですかってだってすごい北村好きなんやけど訴えますよ、すごい好きなんやけどおばさんでいいやすごい好きなんだけど、本当今すっごい肩強いやすごいっすバーン投げたら、そのプーってバックネットまで投げるシーンとか結構あるよすっごい野球離れたらすっごいなんかこう、あのこう広くあるんだろうけど本当優勝して当たり前、優勝が目標って言うんですごい辛いチームやん。おいしい。ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いしますそれではゲームセット次回もよろぴこ